日本ハムファイターズ一軍が快進撃を続ける中、今川選手の現在の状況について詳しく見ていきたいと思います。今川選手は開幕2軍スタートではありましたけれども、2軍で好成績を今年も残しまして、5月に1軍昇格がありました。ただ1軍では6試合の出場にとどまりまして、打率が2割1分1厘、ホームランなし、 OPS474 という成績にとどまります。6試合期間にしてわずか2週間ほどの1軍帯同で、すぐに2軍に再降格ということになってしまっています。そして2軍に再降格となってから4ヶ月近い間、もう1軍再昇格がありません。この今川選手が落ちてからはですね、浅間選手であったりスティーブンソン選手、そして江越選手、外野手もこちらほら1軍に昇格が見られてはいるんですけれども、今川選手には全くチャンスが回ってこないというような状況が続いています。プロに入団して4年目のシーズンなんですけれども、1軍での出場機会が今シーズンは最も少なくなる可能性っていうのが高くなってきています。チームが現状、1軍本当に快進撃でクライマックスシリーズ進出できるんじゃないかというところまで来ていますけれども、その裏で今川選手がずっと2軍で苦しい状況になってきています。そんな今川選手の現在の状況について詳しく見ていきたいと思います。今川選手は現在も2軍で好成績残しています。2軍では68試合の出場で2割9分1厘、ホームラン8本、出塁率3割5分5厘、 OPS が872、得点圏打率4割5分5厘という成績になっています。2軍ではですね、入団から4年連続で OPS850 超えということですね、とてつもない成績をずっと記録しているんですね。ただ今年は1軍では水谷選手が台頭して、そして万波選手、松本選手、この3人で外野の枠が埋まったような感じで、レフト1枠空いている状況だったんですけれども、水谷選手がしっかりとハマってきたと。そして指名打者にはレイエス選手がいて、バックアップにはやっぱり守備走塁なんかも任せられる途中でいけるような選手がやっぱり必要ということでですね、磯畑選手、浅間選手、そして先日は江越選手が上がってきて、この3人が控えているという状況です。やっぱり主にバッティングに期待する選手ということで考えると、水谷選手とレイエス選手、この2人がやっぱりこう対抗馬となってくるわけなんですけれども、この2人の方が1軍での成績っていうのは圧倒的に残しそうな感じですし、ではバックアップでということになると、やっぱり守備走塁に期待できる選手が入っていくということになりますので、今川選手が1軍に上がってこれないっていうのは、正直仕方がないような状況ではあります。ただ2軍での成績が4年連続でこれだけいい数字が残っていますので、我慢して使えば1軍で開花する可能性っていうのもまだまだ残されていると思いますので、例えばトレードであったり現役ドラフトであったり他球団に移籍すると、もしかしたら大ブレイクするかもしれないということで、この今川選手にも今後注目していきたいと思います。以上です。